ごーきげんよう、足だけガリガリです。今日足だけガリガリがやるゲマーマージレックス。腕の筋肉はムキムキなのに足は骨みたいだね。ちょっとかわいそうだから育てていこう。ここのお金を使うと、あ、レベル1の足で1と1を重ねると、お、2になったね。これをつければいいのか。おお、靴下履いた。確かに今まで裸足だったよね。ちょっと速くなった。早歩きになったし、もうこうなったら足買いまくろう。レベル1の書買いまくって、重ねて重ねて、レベル2とレベル2で、おお、スリッパ履かしてみよう。確かに靴下よりかはいいね。誰か抜いたし、あの人も足だけガリガリくんだな。いや、靴が欲しいんだけど。え、何？おー、なんかクリアしたね。お、お金だ。拾っとこう。さっきもらったお金を使って、足を大量購入。足増えてきたね。さ、重ねて重ねて重ねて。次はレベル4作りたいね。さ、できた。3と3で。おー、サンダル靴になったね、ようやく。まあ、サンダルだけどね。これはなんだ？おー、早くなったー。ダッシュ、いや、一瞬だけだったか。ダッシュ能力も使えるんだね。じゃあ、さらに足を買いまくって、あ、レベル2から出るようになってるし。あ、いいね。さらに育てやすい。じゃあ、次は5を作っていきたいね。いや、これできるかな？あ、できる！ 4 と4で、レベル5の足完成。これ靴なんじゃない？ついに。あれ？まだサンダルかな？いや、スニーカーとか欲しいんだけど。ちょ、まだまだ育ててくか。よいしょ、重ねて重ねて。いや、レベル上げれば上げるほど、重ねる作業が大変になってきた。ちょっと走らせてお金を稼いでいこう。よし、また一人抜いたね。レベル6作りたいから、みんな今のうちに行きようもね。高評価をして、足に力を分けてくれ。できたー。え、なにこれ、レベル6。鉄の靴？なんだこれ。なんか、アヒルの足っぽい。ロボットになったね。いや、それにしても、太もも細いな。骨なんだけど。お、よし、またこの辺もね、クリアできたね。あれ、この場所はなんだ？なんかランニングマシーンで鍛えてるし。あ、ちょっとこの辺もじゃあレベル上げていこう。タップするとダッシュするね。さあ走れ走れ。めっちゃ汗かいてんね。でもここでは、どんなに走っても、足進化しないね。帰ろう。飛び越えたね。また外に出し、おお、一気に抜いた。早くなってるし。なんかめっちゃ早くなってない？ここでもタップするとダッシュするんだけど。おー、これタップゲーだったんだね。さあ、じゃあ足買いまくって、まあ、僕と言ったらいろんなタップゲーをやり込んだタップゲーの神だからね。これもやり込んでいきたいな。まだまだ足細いからね。これ筋肉つくのかな。じゃあこの辺重ねて、あ、作れるね、レベル7。おお、これ水中泳ぐときにつけるやつだよね。早くなるの？ちょっと早くなったんじゃないかな。いや、足に筋肉が欲しい。さあ、行くよー。ダッシュー。うわ、すげー。火吹いてるし、ダッシュで。これ早く次も作っていきたいね。いいよー。そろそろできそうだ。重ねて重ねて重ねて、お、できたね。レベル7とレベル7で。レベル8。え、これついに普通の靴来たんじゃない？スニーカー来たー。走りやすくなったね。おい、足の筋肉も増えてる。急に太ももが太くなった。うわ、走れー。めっちゃ速くなってるし。もう僕は足だけガリガリくんじゃなくなったね。まだまだぶっとくしていきたいな、太もも。足だけムキムキくんになりたい。いや、重ねる作業もめちゃくちゃ大変になってきたけど、そろそろ作れるかな？あ、6できた。
876できたね。ってことは55もう一個作りたい。4567作れる。8と8を重ねて、うおー来たー。この靴は一体なんだ、履かせてみよう。でかい。なんか走りにくそうだな。これ着ぐるみの足だよね。めっちゃ速いし、なんか足だけ暑苦しくなりそうだな。よっしゃゴール。なんだかんだ10キロは走ったんじゃないかな。さあまだまだやってか。あ、レベル4から出るようになったね。それじゃあ重ねて重ねて重ねまくろう。レベル9、2個できたね。重ねて、うおー、尖った靴。こんな靴履いてる人、電車にいたらやだな。刺さりそうなんだけど、やばい、めっちゃ尖ってる。早いし、しかも。でも、レベル10まで作っちゃったからね。よし、たまには部屋に引きこもって鍛えるか。めっちゃ汗出てんね。ここは何だろう。まあ、スピードが上がる系なのかな。じゃ、レベルめちゃくちゃ上げてきたからね。一旦外に出てみよう。おお、速くなってる。一気に抜いたね。やばいやばい。すごい数抜いてる。え、なんかめちゃくちゃ速くなってない？ちょっと足の方も進化させていきたいな。さあ、じゃ、作っていくよ。レベル10、2個。大変すぎるな、2個も。みんな、やっとできた。レベル10、2個。そう、じゃあ、レベル10とレベル10で。え？スニーカーに戻ったね。まあ、つけてみよう。うおー！毛深くなった！ゴリラのような足になったし。ゴリラの足やべえ！早すぎでしょ。筋肉増やしすぎると毛が生えてくるんだね。じゃあ今度はレベル11、2個作るか。下がって、重ねて。もうこの速さ。もう重ねる作業ね、めっちゃやり込んでるから、めっちゃ速いね、動きが。11、10、9、8、7までできた。あ、できる。8、9、9、10、10、11、2個できた。12レベル完成。つけてみよう。え？なんか変わった？靴下も履いてるのかな？靴と靴下両方履き始めたね。でも筋肉の量は増えないか。頑張ってもう一個作っていこう。次はレベル13。さあ、やり込んできたよ、みんな。重ね重ね。できたー！ 10 分ぐらいかけて作ったよ、これ。毛深いんだけど、この時点で。つけてみよう。うおー、太すぎー、すごいぶっとくなった、太もも。やばい、これ。めっちゃ速いし。しかも毛の量も増えたね。やばいやばい。どんどん抜いてる。動き速っ。手の動きも速くなってる。じゃ、ちょっと、50キロまで行きたいね。もう車より速そうだな、これ。さあ、猛ダッシュ。すごい数抜いてくね。なに？抜かされた。これより速い人もいるのか。てか最初と比べたら、めっちゃイケメンになってるような気がするな。いや、顔は変わってないか。よし、ゴール。50キロ達成したね。うわ、足だけゴリラ来た。じゃ、ちょっとこの辺もやり込んで、めちゃくちゃスピード上げていこうと思います。さあ、あれから30分ぐらいね、放置してたら、こんなスピードになってた。どうなった？めっちゃ速くなってるし、すごい手の動き。ちょっとこれ、一番最初と比べてみよう。やばすぎでしょ。最初ガリガリすぎでしょ。いや、すごい足だけムキムキになったな。もうここまでやり込んじゃったからね、
今日はここで終わります。僕もこんなムキムキになりたい。みんな、じゃあね。